まず自転車に、関わったきっかけというものは、まあ、僕の地元が福島県の会津若松という場所で、まあ、交通の便があまり良くなくて、で子供の頃に手段として使えるものというのは歩きか自転車しかなかったので、まあ早く移動できる手段として自転車を選んだ、まあ、そこから自転車っていうものが関わってきました。1998年長野オリンピックがあったんですけど、日本で行われたオリンピックっていうものをテレビ越しに見たことによって、スポーツの凄さというかですね、圧倒的な迫力、そして本当に印象的なものっていうものがオリンピックにはあるなと感じまして、まあ、そこから自分の、近くにあった自転車競技っていうものをオリンピックっていう種目を見据えた上で続けていこう、目指していこうっていう気持ちで、関わることになりました。もう自分でこう決めた道であったので、どんな理由があれ、逃げ出さない。やりきりたい、まあ、自分の目標を達成したいっていう強い思いがあるからこそ、多分続けられてるんじゃないのかなと思いますよ。努力をし続けるために必要なものは責任だと思います。これはおそらく自分に対しての責任もそうですし、スポーツに関しては一人でやる競技っていうのは基本的にないと思うんですよね。いずれ何かの環境、まあ何かの事象で外部の人たち、外部の環境っていうものが絶対取り込まれてくるような状況になると思うので、その人たちに対して、関わった人たちに対して感謝の気持ちが常に持てるかっていうところが、おそらく最終的な責任にもつながってきて、でそれが結果として努力を積み重ね続けられるところになるんじゃないのかなと思ってます。もうこれはもう本当に台本があるかのような答えしかないんですけど、金メダル、これはもうずっと言い続けてますし、僕自身がここを目指す上で必ずこれはブレてはいけないっていう目標として立ててきたものなので、まあ、自分ができるかできないかではなくて、やること、そして、自分が目指さなきゃいけない目標っていうものが金メダル、これですね。